前回を荒すぎ。初の地震戦に増加を実況担当する記者122号車。少し興奮しているところもあるが気にせずに増加する。姫路駅を発車し、様々な駅に停車をし、その後佐用方面に乗り換え、そして佐用駅を到着し、次の列車が来るまで1時間待ったのだった。では、ここから後半スタートする。あとは頼んだぞ記者122。普通車の到着時間が近づいてきたので戻ってきました。ここから地図通行に乗ってある駅に戻りますよ。ある駅に戻るって、一体どこに？それはですね。この切符を見ればわかりますよ。え、何がどういう、あ、なるほど。そういうことね、納得した。では駅ホームに向かいましょうか。キハ122、何かやってきたらよ。え、一体何かやってきたんですか？うん？え、ちょっと待ってください。ここここれわらわ。キハ120先輩。おお、久しぶりだなキハ122。いや、かけなくても喋れるんかい。え、先輩お久しぶりです。おう、久しぶりだな。最近運用で見ないかがどうしたんだと思ったんじゃ。ああ、あれは。運用範囲が播磨新宮までなんで。この車両は地震線、神月駅からその先を走っており、地震線の他に津山線や白尾線でも走っているぞ。まあ、様々な車両がたくさん走っていますけどね。確か関西線もキハ120だったよね。その通りだ。ちなみに神月から西はすべてキハ120のみ運行されるぞ。僕も佐用からその西を走りたい。それは難しそうだな。すん。そういえばお前たちどこに行くんだ。え、僕たちは地図通行に乗ってある駅に戻ります。ああ、地図通行か。それはそうとお前たち。もう地図通行の車両来てるぞ。は。いいつ来ていいのなり得ぬ。大丈夫か。あ、でも本当に来たらよ。ほぼえずれれわらどここ。あ、いた。切り替え早くね。でもなんか。なんか見た目が。違うんですけど。これはガッピング車両の雨つぼしか。雨つぼし、初めて見ました。それにしても車両の見た目がすごいわね。夜空のイメージや車体の色とか。確かに、いろいろすごいですね。そして運転席の隣に移動。ここで全面展望ができますよ。そして、キハ120とはここでお別れしたよね。ああまあそうですね。先輩、今度車両長で星を見に行きましょう。はい、無事に車両駅を発車しました。ここから上郡駅まで進みますよ。うん、堂々とネタバレしても大丈夫？いや、みんな気づいているんで。あ、そうなんだ。本当にそうかな。今映っているのは津山線と地図通行の線路ですが、ここから別々の区間に分かれていきます。左が津山線の線路ね。オッケー。津山線も今度行ってみたいな。ちなみにこれが地図通行の運賃表です。まあこれはノーコメントになりますが。まさかのノーコメント。トンネルを抜けて最初の停車駅が、その隣にいつもの地図通行車両が見えましたよ。これはホット3500型自動車ね。あ、これホット3500型だったのか。何も知らない僕が恥ずかしい。先ほど津崎駅を発車しました。そしてその先にはトンネルがはっきり見えましたよ。うん、トンネルが見えるまでカットしたよね。え、それは気のせいじゃないの？気のせいで済まされないと思いますが。まあでもトンネルゾーンはすべてカットしますけどね。うん、自分の動画カットしてるじゃないの。それは冷やがらの写真。もうすぐコケナラ駅に到着しますが、その前に鉄橋を渡ります。これ、毎回通過するときになぜか不安になるんだよね。それ、僕もわかります。これが高速通行なのかな。そしてコケナラ駅に到着。アンド次終点ですよ。いつの間に。まあ、ほぼ停車駅スルー状態だったので。そういえばそうだった。まあ、ここの発車までカットしましたが何か。質問系やめなさい。そして、この後流れる車内放送でしたが。でしたが。全然聞こえませんでした。これはしょうがない。まあ別に車内放送を流さなくても次の停車駅わかるんで。まあ次終点だからね。そうですね。ライブカットしてもうすぐ上郡駅に到着します。ライブカットしたね。あと上郡駅久しぶりに来たなぁ。最後に来たのはいつなのか。それは知らないです。それでは到着までカットしますね。無事に着きました。字幕で書くね。そして姫路方面にスーパーラクトがやってくるらしいです。スーパーラクト、久しぶりに見る気がする。そうなの？では改札通りってスーパーラクトがやってきました。あの、入線シーンは？それはまた鉄道数でまとめて投稿します。ならいいけど。あと、もちろん地図通行のマークも取りましたよ。地図通行のマークってこんなのだったのか。後から調べたら合ってましたよ。ならオッケーね。では次の列車が来るまで待ちましょうか。キハ122、これから姫路駅に戻るの？あ、はい、それで間違いないですよ。
まあ、姫路駅に戻って鉄道旅終わるだけですけど。まあ、それもそうね。あ、なんか来たわよ。え、何か来たんですか。湘南色がとお久しぶりだな。あ、どうも。なんで115系さんがここに。ああ、今日はたまたま運動に入っただけだ。ただそれだけだ。うん、すごいかっこいいセリフ言ってない。乗車しました。車内はサンドアセミクロスキートみたいです。そして今は相生駅まで走行中です。この列車は相生駅が終点だもんね。まあその通りだな。カットして名駅に到着です。名駅は駅メロが違うらしいね。今はほぼない昔の駅メロを使っているそうですよ。もう一度聞きたいな。次は終点相生駅。ここで新快速列車が接続待ちしているので、それに乗り換えです。まあ私はここでお別れだな。でも115系さん、あんまり喋ってないような。ほぼ無口状態でしたからね。何か言ったか。いえ何にもありません。そうか。間もなく相生駅に到着です。そして師匠、今日はありがとうございました。師匠。ああ、それはどうも。また岡山駅に遊びに来いよ。はい。さあ急いで乗り換え、する必要なかったです。なんだそれ。ではここから姫路駅まで進みましょう。ちなみに席が空いてなかったのでドア近くに座ったら太陽の光でほぼ見えないです。これは眩しすぎる。まあでも223系ははっきり見えますけどね。最初223系で合ってるか少し迷ったわ。でも223系で正解ね。ここはどこの駅ですか。そして221系がいるアボシ総合車両所が見えました。なお太陽の光でほぼ見えないのよ。これはしょうがないですね。でも少しだけどんな車両かほぼわかりましたよ。それはそうとキハ122。え、なんですか。221系見つけたらよ。よっしゃあ。次は姫路です。次は終点ではなく姫路駅。僕たちはここで降りますよ。そしてこの鉄道旅の終わりというわけね。そういうことです。では姫路駅到着までカットしていい。それはちょっと待ってください。え、なんでよ。実は姫路駅到着後、新快速は連結作業が待っていますからね。あ、そういえば忘れてたわ。まあ今回は連結作業を入れませんけどね。うん、期待した私がバカだった。まあでも321系は姫路駅来ませんよね。うん、そうだね。急移動したんですか。別に何にもない。ならいいですが。無事に姫路駅に到着しました。そして移動するとAシートに遭遇しました。この日はたまたまAシートが同じ時間帯にやってきたのね。それと隣に221系もいましたよ。最後の最後に運使ってる気がするけど。まあ別にいいんじゃないですか。それはそうと今回の動画はこれで終わります。そして僕はこれから飲食店に行ってきますね。いきなり話変わるわね。まあ私も飲食店に行きますか。では最後にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。前編後編最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは221系さんに会いに行くか。